足がこんにちはに、こんにちはに、お久しぶりですというか昨日できなくてすいません。昨日配信ができなかったので久しぶりの方もいる気がします。めっちゃゲリラになっちゃった。こんにちは。今日は夜の19時だっけぐらいからなんかお料理選抜の配信があるらしくて、でそれに私は今日出るので、それに行く前に一回やっておこうかなという感じです。帰ってきてから時間があったらまたやります。お久しぶりな方もどうも。チャイでナウしたらチャケちゃんが現れました。こんにちは、こんにちは。チャイでにいるの？いいね。19時から確実にやります。だってごめん、なんか自分のスケジュール把握してない人みたいな。髪の毛何もやってないからやります。今ってたこ焼き部がやってるんだ。なんかみんなどうなのみんな試作配信ってどうなの？どんぐらいやんの？ちゃんとやってんの試作？ご飯とかさ、ご飯っていうかさ、なんかあんなに試作じゃないや、既製品言われてたけど、既製品はあるの？ちゃんと不安なんだけど、私は今日どこからどこまでやんのって思ってる。何も聞いてない怖っ。何も聞いてない料理配信です。今日はほぼほぼ実験。あ、そうなの？実験？何それ怖っ。こんにちは。ちらっと見た感じ不安です。本当にそういう感じなの？今日の企画って不安なの？2時間もやんの怖いんだけど。私今日たこ焼き部が不安なの？いぶりがっこと岩下の新生姜をって言っててそっとでした。あ、中身がってこと？今見たら奈々さんが串にたこ焼き刺してたよかわいい。 ありがとう。一番聞きたいところ書いてある。用意してくれてる調味料を混ぜて食べてる。なるほどね。それはいいや、それならいいや。調味料って言っても相性それなりにあるってことだよね。もうソースもさ、混ぜるものは用意されてるってことでしょ。なんかトマトソース作るのにトマト1から潰してなんちゃらやってっていうのはなさそうって感じだよね多分。 OK、 ありがとう。多分私が一番聞きたかったことを書いてくれてる人がいた。オムライス部はどうなんだろう。ご飯炊くところからとかだったらさ、もう無理じゃん、時間ないから。ご飯どこまで用意されてんのかな、不安。ライスが4つじゃない、3つ4つぐらい種類用意されてんのかな。それとも白米だけあんのかな。白米だけあったらバターライスはこっちで作れよみたいなあとケチャップライスもこっちで作れようなのかな。あ、どうしよう、外羽にしたいな、変えよう。こんなに内側に巻いたのにかわいそう、髪の毛ダメージを受けてかわいそう。
かわいそうに。たこ揚げ、へえ。ソース何するかぐらいなのかな。もうそれでいいよ、それでいいよ。やばい、ライス作るとか絶対ないだろうな。卵作るとかも絶対ない気がする。もうソース作りで終わるな多分。予想わかんないな。外羽いいね、ありがとう。外羽でもね、自分でやるとね、後ろ髪難しいんだよね。本当に外に跳ねてるかどうかわかんないままやってる、いつも。配信画面の下に鏡を立ててあります。今そこで見てやってるんだけど、まあできてる気はしない。またいい髪色になってきましたね。ね、なんかさ落ちすぎじゃない？髪色さ、髪色マジで1週間で激落ちくんでしょ、さすがに。え、1週間前黒髪だったの覚えてる？みんなちょうど1週間とかだと思うんだけど、あれでおかしいな。激落ちくんじゃない？頭頂部欲しい思った。オムライスは何種類かできてて、たこ焼き同様ソース作りかね。そんな気がする。あ、なんかすごいタコさんウインナーみたいになってる。ここやばい、こんな跳ねてんのやばい。やだーやだー、いやや。え、やば、タコさんウインナーみたいになってる。跳ね方異常。そうじゃない、え、なんか違うんだけど、私のやりたい外跳ねじゃないんだけど。とりあえずストレート。なんか今日すごい、え、今日すごいなんかあれなんだけど、髪の毛うまくいかない。何これ、どういうこと。でもさ、どうせオイルつけてさ、あれなんかやるとさ、もっと全然跳ねなくなるんだよね。いや別に撮影じゃないしね今日。一からオムライス作るなさそうだな。なんかご飯足りないですとかなったら作ってくださいって言われそうだけど、さすがにそんなこともなさそうな気がする。なんか髪も伸びたのかな。なんか若干伸びた気がする。小野純さんハートありがとうございます。まあもし作ってって言われたとしても作れますもんね。ジャケさん、バターライス作ったことないけど作ったことないけどいけっかな。まあ余裕か、何でもできるよね。混ぜて炒めりゃ何でもできるわ。なんとでもなるさ、オムライスは。
何があんのかな、マジで行ってみて何があるかのお楽しみみたいな。でもこの前のなんか企画会議で、企画会議で出したものはなんか割と用意してくれてるって噂なんだけど、なんかここ直線的だな。こんちは、こんにちは。今日3人なんだよね、オムライス部少ない。コミさんとアミさん作れますかね。え、コミさんとアミさんに全部お任せします。割と私使い物になんないからな。先輩お願いします。小野純さんありがとうね、ハートいっぱいくれて。こんにちは。コンビニの商品棚ぐらいの調味料類あった。本当すごいね、いっぱいあるね。それオムライス部なかなか人が揃わないわ。なんかしょうがないよね。マチャリンさん今舞台で忙しいでしょ絶対ね。多分さ、マチャリンさんマチャリンさんでさ参加したいよね多分。忙しくてさ参加できないのはこちらも分かってるんだけどさ、多分本人が一番参加したそうな気がする。夜はできたらします。多分できるはずなんだけど、一応保険でやってます。今なんかな、なんだこれ。最初にちょっと粉やりすぎたな。手直しが効かなくなって、まあいっか。なんか赤くなっちゃった、ポンポンやってたら。え、絶対さ、マチュリーさん絶対参加したいはずだよ。うん、一番参加したいはずだし、状況多分一番知らないんだよね。何にも参加できてなくて、だけど最初から決まってたメンバーで、そうマジ追加メンバー3レベルに何も知らないだろうから、かわいそう。参加したがってた、本当。さっき髪の色がまた色落ちした、気のせいだと思ったら多分やばいぐらい落ちてるよね。気のせいなわけないぐらい落ちてんのよ。なんでって思うけど、うん、色落ちした。1週間で爆発的に色落ちしました。でもいいんだ別に。なんか色が濃ければ濃いだけ私は毛量が多く見えるから、嫌だからさ。まあいいやって感じです。ヘアオイルしか買ったん。今3人ともメイク配信してる。まあ時間が時間だからね。7時からやってさ、そっから帰宅して、順調に帰宅してね、
配信ってなったら時間取れるかもしんないけど、なんかあったらわかんないし。と思って私はやっています。585日連続配信ありがとうございます。585日ありがとう。585、なんかすごい手乾燥してる。なんかもうオイル手につけてこうやって髪にやってたけど、髪の毛よりなんか手の方が必要なんじゃない、油分必要なんじゃないかなっていうぐらい手やばい、手やばい、マジで爪と手がやばい。オムライス部19時からだったと思うよ。19時からだったと思います。ピキピキね、ハンドクリームちゃんと持ち歩こう。あらま、おつおつ、ごめんね、ゲリラで始めちゃったわ。夜配信できたら一応しようと思ってるんだけど、まあできるだろうな、時間的にできるから夜は告知する。夕方はなんか髪の毛アイロンしながらちょっと喋ってた。お料理配信でたこ焼きにチョコレート入れ始めた、やば。え、それはさ、たこ焼き生地にチョコレートソースが入ってるじゃなくて、ガチのタコが入ってるたこ焼きにチョコレート入ってんのかな。タコが入ってるたこ焼きにのチョコレートソースだってもうやばいね。それたこ焼き生地っていうか、なんかホットケーキミックスみたいな感じにしてさ、あるじゃん、たこ焼き器を使ったデザートメニューみたいな。それだったらいいけどねたこ焼きにチョコレート入れてたらやばい、味が爆発。配信通知を見てワイもゲリラ休憩始めました。お疲れ様。私も勉強しないと、今日配信されてる授業やれてない、やんなきゃ、帰ってきたらやろう。さけちゃんは頑張ります。昨日の夜中にね、セルフプロデュース生写真の撮影をしました。夜中にそう、お楽しみに。夜勤なので夕方の寝る前でよかった。あー、そうだよね、夜勤の方これぐらいの時間の方が見やすいって聞く。お疲れ様、おやすみなさい。小焼き生クリームってなんだ。たこ焼き生クリーム怖いな。意外と悪くないっておっしゃってます。え、もしかして今日ってそういう日ですか。もしかして今日のさ、お料理選抜の配信ってもしかしてそういう日？オムライスにチョコかける日だったりする。ギギギギなんだけどもしかしてそういう日、そういう日ですか。そういう人は、いや、そういう日よ、そういう日よ。だからまともなオムライスを試作するんじゃなくて、まともじゃないオムライスを試作する日なんですか今日は。やだー、美味しいのが食べたい。やだー、やだよー。
やだ、食べたくないよ、そんな美味しくない、美味しくないの、美味しくなくはないのかもしれないけど、生クリームとご飯なしで私もその場で戻しちゃうよ。イナントさん、クマさん、ありがとう、クマありがとうございます。今500ポイントで1個ガチャが、アバターガチャがランダムで引けるのやってるんで、はい、チャレンジから受け取れる、カプセルだったりギフティング500ゴールドで1個やってます。一応言っときます。チョコライスに甘めの卵焼き蜂蜜かけますか。えぐいな、どんな味チョコライスやばい。そう、最初からチョコかけるつもりで味付けしたオムライスならまだいいけど、ただのオムにチョコいったら多分戻しちゃうミャンタンさん、ありがとう、クマさん2つ、クマクマありがとうございます。クマクマだねー言葉はしゃべりなさい。クマクマだね。唇の皮むけも対策しないとな、やばい。なんかさ、もうちょっと伸びてきたらボブでもハーフアップとかできんのかな。ね。こういうの。今でもできなくはないのか。なんかさ、可愛いっていうよりかっこよくなっちゃうの何なんだろうな、これ。顔のせいかな。確かに今日現場で戻したらキラキラ入れてくれないか、収録じゃないからやばいな何か、なんか違うんだよな、なんか目指してるハーフアップと違うんだよな、私。まず髪色がイケメン。なんか今の色も可愛いよね、アッシュって感じで。アッシュ系カラー可愛い。頑張ってください、ありがとう、頑張ります、いろいろと。かわゆすゆす、ヤッホー、オムライス部配信までに帰りまする、無音ハイティーン頑張って、ヤンさんファイト、ありがとう、無音無音。価格との兼ね合いですが、食材の質もポイントでは、ねえ、それな。でもそれって多分うちら選べるもんじゃないと思うんだよね、それって、もうもはや、うん、そうだからもう運運ゲーこんちは、似合うし色がいいよ、ほんと色かわいいね、今ショートだと冬はやっぱり体感寒さ変わります、だって。あー、まあ寒いっちゃ寒いかな、ロングだった 日じゃない時があるから覚えてるけど、うん、寒いけど、まあ、夏逆に言ったら涼しいよ。夏のロングとかどうやって過ごしたっけって今思うぐらい。ミャンタンさん、めっちゃかわいい、ありがとう、いい、めっちゃかわいい、イエーイ
ブレブレ。確かにね、料理うまいも下手も関係なさそう。それ言ったら終わりないよ気づいちゃって言ったら終わりだな言ったら終わりだね。うん、私お料理下手な方なんだけど、下手っていうかやらない、普段やらなくて、最近ちょっと食材じゃない食事バランスやばいと思った時に自作じゃない自炊だするぐらいなんだけどさ、そう全然苦手だよ。ハーブのダメさん、タコ10個ありがとう。タコ10下手じゃない、伸びしろメンバー。そうだ、伸びしろメンバー、伸びしろしかないからね、逆に、うん、そう伸びしろしかないからいいや。だってやっててこれ以上あんま上手くならないじゃないんだもんこれから。ああリップ倒れちゃった。まだまだこれからゲームみたい。マジで本当、まだまだこれから。リザルト画面、すごなんかすごいまつげ今日やばい、バチバチやん、やばくない？マスカラ全然さ今日つけてないんだけど、どうしたっていうぐらいなんかまつげ上がってる、えぐうまくしかならない。そうだよ、勝負はここから。うふふふふふ。あーそう、昨日さストーリーに載せたんだけど、なんかカラコンなくても意外といけんじゃないかなって思い出して最近。でも分かんない、なんか髪色が今なんか割とそのアッシュ系薄茶みたいな色してるから、私の元の目の色と色が合ってるからカラコンなくても漏れてんのかなっていう、髪色との相性もある気がするんだけどと思って、今日もねカラコン入れてないんだ実は。そう昨日は別になんか入れる予定もなかったからクリアのコンタクトで過ごしてたのね、いつもの2ウィークで。それで写真撮ってみたら、あれ案外なくてもいいのかなって思っちゃって、でとりあえず今日もカラコンなしで行ってみようって思った。意外とありかな、あり？漏れてる？付け合わせにコーヒーゼリーとティラミスお願い、私がお願いそういえばさっき誰に何をお願いしたんですか、ティラミス。みんなみんなに美味しいティラミスいっぱいくださいって、神にお願いした美味しいティラミスとコーヒーゼリーがいっぱい食べたいなと思ったんだけど、なんかティラミスがすごい食べたい気分だ。テレユキさんありがとう、お花いっぱい Thank you。 普通にカラコンだと思ったけど裸眼の可能性も考えて目の色好きですって言いましたそうだったの、全然いいよ普通に、間違えてようが間違えてまいが全然気にしないよ私は。茶系もともとさ、あれなんていうの、普段の撮影とかでとか収録で使ってる目の色、裸眼より濃いカラコン入れてるから
わかりにくいよね。うん、あ、ダッツのティラミス味、私が食べたいやつだ。クリスピーサンド、ティラミス食べたいね。それな、そういやサイツサーティワンのアイス食べた。食べてないの。食べたかったんだけどさ、なんかタイミング逃して食べらんなかった。昨日だっけ言ってたの、それ一昨日だっけ。うん、そう、お掃除は得意なのに料理しないんだ。そう、なんかお掃除に代わるものは有料がでかいじゃん。なんていうの、お掃除を毎回その家事代行の方に頼むのは大きいじゃん。だけど料理はコンビニとかスーパーとかの出来合いでも安く済むから、それでいいやと思っちゃうとこがあります。私なんか目の前に髪の毛がちょっと落ちてたりとか、ほこりがちょっと落ちてたりってするとすごい気分下がるんですよ。だからなんかそれで掃除機かけたりとかすぐするけど、なんか食べなくてもいい精神がもともとあるから、そう、お腹空いてもとりあえず今は食べなくていいやみたいないうところもあるので、なんか食に関して多分あまりもともと欲がなかったせいで、なんか食べたいもの、自分の食べたいものを作ろうみたいなマインドも最初はなくって、食べたいものがないから料理もしないみたいな感じだったんですけど、なんかさすがに最近そのあれ栄養バランスやばいかもしれないとか、あれ食べたいけどなんかな、うん、じゃあ作るかみたいな、そういうのがね少しずつ出てきただけ良かったです。そう、本当に良かったです。少しずつあの料理した方がいい、しなきゃなっていう気持ちが少しずつ出てきました。良かったです。トシ君ハートいっぱいありがとうね。うれちみです。ミャンタンさんありがとう。タコ十、タコ十個、タコ十、タコ十、タコ十。髪落ちてたら無性に気になるの分かる。どこで妥協するかって人間性出る。それな、髪落ちてたらっていうのでさ、すごいね気づいたんですけど、髪の毛の色がこう濃くなったじゃないですか。染めてから目立つんですよ、より。そうなんか金髪が落ちてるのとこの暗い髪色の髪が落ちてるので全然違くて、なんだろうね、すごい嫌なんですよね。そう、目立つのよ、一本一本が目立つから。なんか金髪5本落ちてるのと黒髪1本落ちてるの同じぐらいの比率なんだよね。そう、金髪がねなんかね、そういうこと結構ブワーって落ちてたとしてもね、割と透けてるからあんま見えなくて、でも、あ、髪落ちてるわって言いながら掃除機かけるんだけど、なんか黒髪は1本落ちてるだけでねいるんだよね、ちゃんと。そうだから嫌なの。わかる？ハイトーンやったことある人とか、なんか家族とかねにハイトーンいる人わかる気がするね。ポチポチでいいから、ポチ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 、自分のペースで頑張れ、応援しています、ありがとうございます。そう、あのほどほどに頑張るをモットーに生きていきます。ほどほどに、今月の目標はほどほどに頑張るだったんですけど、なんか気づいたら配信関係だったり学業だったりでほどほどを一気に超えています。今 120% で過ごしているので、まあなんかいい感じにね、息抜きを見つけて時間を見つけてなんか楽しんでね行こうと思いますけど、って思ってたらもう11月半分終わっちゃったの。絶叫、待って、11月半分過ぎたの、え、信じられない信じられない
11月が半分過ぎたらしい。え、11月何もやってない。11月何もやってない。本当に何もやってないよ。どんびいてる。マジか、怖い、どうしよう。あ、時間の流れが早すぎる。ほんとよ、タゲさんも何もやってないんですか。おそろだ。いいおそろじゃないな。あっという間にクリスマスだって。やだ。割と一時停止してる。マジか。あと1ヶ月半で来年という事実、信じられない。信じられないな。びっくりだ。ほんとか。え、ほんとにちょっと焦るね。そろそろ焦るわ。そろそろ焦って生活しようと思います。良いお年は早いんよ。せめてメリークリスマスにして。せめてまだ残ってるメリークリスマス。そろそろ焦っとこうって思った。そろそろ焦んないとまずい。マジかたけちゃん来年は年女だね。そうです、うさぎメンバーハモリ。そう、メリスマって書いてあったからなんか釣られた。今月は劇場すら行ってない。みんなどれぐらいの頻度で劇場行ってるんだろう。月1は劇場公演見てますって人割と多いのかな。まあ遠方だったらそれは難しいだろうけど。うさぎメンバー、そうだよ、うさぎメンバーです。私はうさぎメンバーです。うさぎ年なんでね、うさぎメンバーです。はい、磯ヶ谷さんかわいい、ありがとうございます。かわいいかわいいかわいい。ハモるなすぐ。うさちゃけさん、ちょっと重力シンパシー公演見てほしいなね。月2、3回見てる。多いね、割と。月1で狙って入ってる。おー、劇場公演今度申し込んでみっかな。ぜひ。うさぎ年って可愛くていいよね。なんかね、まあ別にどの年でもいいんだけどさ、別にあんまなんかこだわり、干支にこだわり持って生きたことないからわかんないけどね、うさぎなんだって感じ。でも99年生まれって言うとなんか微妙なさ年って言われるよね。なんか2000年はなんかぴったり、99年はなんかギリギリみたいな言われがちなんですけど。うさぎは可愛いか、確かに。こんにちはこんにちは。でも17時ぐらいまでかなーって言ってるんで、もうちょっとで終わりにしちゃう。すいませんね、いいところで。あ、でも今日夜配信できたらします。クッキング選抜の7時から9時の配信が終わって帰ってきて、出来次第。え、今日さ、クッキング選抜の皆さんってさ、なんか試作品したやつ食べてるわけじゃん。なんか食べてさ、あ、なんかそれなりの味だなみたいな、あ、意外といけるかも、うんみたいな、そういうのやるってことはさ、なんか空かせてないとさ、もう気持ち悪くて入らないみたいな、まずそっからっていうこともあるかなと思って、
お昼食べてからマジで今日何も食べてなくって、で夜ご飯もなんか結局なんかそういうなんか試食でお腹いっぱいになっちゃうんじゃないかなと思って何も考えてないんだけど大丈夫かな。そんな食べないよね。でも待ったな、まあいいや。今日は帰宅後も配信ありますか？ある予定。こんにちは、配信頑張ってくださいね。ありがとうございます。毎日アイドル継続中。たこ焼き選抜の配信が終わった。たこ焼き選抜になってる。たこ焼き部ね。たこ焼き選抜めっちゃ可愛いな。たこ焼き結構食べてた。マジかね。どのくらい試作を作るかによるよね。でもさ、試作オムライスの形で作るの半端ない量にならない？ソースの味見だったらいいけどね。ソースの味見、ソースをめっちゃ作って、オムライスはもうライス一つの型だけ作って、まあこんな感じだよねって言ってソースを一口ずつつけて食べるならいいけど、オムライスを、オムライス大量生産したら死んじゃうよ。大食いパーティーなっちゃうよ。それ大食いパーティーになっちゃうから、ソースを大量生産してソースをつけつつ食べて試食していこうなら分かる。そうだよ、たこ焼きとほんと比べ物にならない量になっちゃうからね。オムライス、ワンコオムライスになっちゃうよ。ほんと俺ダメだよ。俺ダメだね。たこ焼き部、揚げたたこ焼き結構食べてた。へえ、そうなんだ。なんかわかんないけど楽しそうだな。楽しんでいくよ。としくんハートありがとね。スタッフが美味しくいただきました。スタッフという名のメンバーも私は食べるよ。次販売らしい。本当に言ってる？早くない？早くない？早くない？本当に分かんない。うちらもさ、マジでね何も知らないのよ詳しく。行ってみないと分かんない。半年の企画なんだよね。そう聞いたけど上がんないです。え、11月末には販売らしいよ。え、11月末って、だって今からじゃないの？今から。え、でも中旬、中旬でしょ。中旬っていうかさっき言ったばっかりじゃん。11月の半分は過ぎたよねって言ったばっかりじゃん。11月末から2週間販売なんと。って感じ。そうなんだ。びっくり仰天ですね。それは全部突然で草。それな、ちょっとあまり分かってない。何も分かんない。うちらもほんと知らん知らん知らんって感じなんで、とりあえず今日行ってみたら少しは分かるのかな。今日行ってみたらなんかちょっとは情報くれないかな。じゃあそしたらさ、11月末には販売ってなったらさ、今日の試作配信めちゃくちゃ大事じゃない？試作めっちゃ大事なのに人全然いないの？3人の部活みたいになっちゃうよそしたら。それな、試作っていうか今日完成しとかないと11月末の販売には間に合わないのでは。
やばくない？だいぶやばい。前回の企画会議からいるのって、だって部長のコミさんと私しかいないんだけど。部長のコミさんと私ぐらいしか企画から試作とかいる人いないんだけど。マチャリーさん絶対変わった方がいいよ。私が幽霊部員になった方がいいぐらいだ。実質副部長で臭い、やめて。初期だから、私初期です。私はフフ実質副部長謎だ。まあとりあえず今日はアミさんがね、追加メンバー発表されてから初めて参加されるので、コミさんとアミさんについていきます。私はじゃあそろそろ5時になるのでランキング読んで終わりにしようかな。今日は7時9時ぐらいで確かたこ焼きじゃなくてオムライス部の配信があるんですけど、9時、まあ、終わって、まあ、帰ってこられると思うんで、帰ってきて配信、夜配信はしようと思ってます。だから待っててください。ぜひ時間は後でツイッターで書きます。何時からすると思うって書くんで待っててくださいませ。あとまあもちろんそのオムライス部の配信も見てください。コメントとかで応援してください。うちらもコメント読めんのかな、読めたらなんかアドバイスくださいお願いしまーす。ということで壇上ランキング13位、はるちゃんありがとうございます。12位かーたんさんありがとうございます。11位りるるさんありがとうございます。10位うみさんありがとうございます。9位アドマイヤココさん切り傘ありがとうございます、合ってる。8位ぎなんちょさんありがとうございます。7位おのじゅんさんありがとうございます。6位ずんたわーさんありがとうございます。5位ヘンリーおーたさんありがとうございます。4位猫カフェ行きたいさん、超わかる、行きたい、ありがとうございます。3位ハーブのどあめさんありがとうございます。2位てるゆきさんありがとうございます。そして1位はみゃんたんさんありがとうございました。誰だ結婚して投げたのはパンダ丸さんはいダメです、はいダメです、結婚したらダメです。はい、ということでじゃあ行ってくる、頑張ります、楽しんでいきます。バイバイ、またね、またね。